どうも。剣道 HE の解説ともにやっていきます。前置きはこれくらいにして早速。無名の退治。情報、記録はこんな感じ。作業は本能がそれなりだが、他は低い。EGO はそれなりな強さ。管理方法は、作業結果が低いからと一定の確率でグリゴとカウンターが下がり、カウンターが0になると、泣き出す。無名の退治が泣いているときは、その部門の職員の SP や、その部門のアズノーマリティのカウンターが下がってしまう。しかし、泣いている状態で収容室をクリックすると特殊なルーレットが出て、オフィサー、職員の中から生贄を決める。生贄にされた職員は無名の退治に捕食される。職員オフィサーが捕食されると、カウンターは1に戻る。そうなるともちろん泣き止む。みたいな感じ。作業テキストは、はい、以上、通り、雪の女王。情報、記録はこんな感じ。開拓、洞察が有効で、本能抑圧は低い。EGO は HE にしては結構強めかも。管理方法は、作業結果が不追加だと、職員に何かトゲみたいなのが刺さる。それが刺さった状態でもう一度不追加を出して突き付けされてしまうと、氷の中に閉じ込められてしまう。この状態は、本能が高い職員が作業を行えば救出できる。こんな感じで。ちなみに失敗すると、氷付けされた方も作業しに行った方も両方死んでしまうので注意。しかし成功すると、両方に特殊なギフトがつく。効果は HP7。そんな感じ。作業テキストは、以上。あと現在は削除されたやつは、今回はこれくらいで終わります。短くなってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。